にちは。見覚えのある姿だと思ったんだ。こんにちは。うん、ちょっとお菓子を買いに来たんだ。それと本屋さんにも寄ってきたずら。あなたはどうしてここに？え、よしこちゃんの家に？あのね、よしこじゃない。うん、いらっしゃい。今日はどうしたのよ。あ、そうだったわね。何これ？ズラマルとルビーが？もう二人とも大げさね。今は人間界の霊脈に揺らぎが生じていて、ヨハネの魔力もそれに影響されてるだけなのに。だからヨシコじゃ